はい、春のこと考えましょう。はい、皆さんおはようございます。セノンです。いや、もう休みよ、休み。休みよ、いるよ。で、卒業式の方もですね、延期が決まりまして、まあ、ね、延期のね、決まって日程が決まったので、まあまあ、これはこれでしょうがないということで、まあ、おとなしく今はしていましょうと。一回なんかね、学校にちょっとだけ行って、荷物だのなんだの持って帰ってくる。宿題もがっぷりもらってくるっていう話になっております。はい。で、まあね、今はね、ちょっとごたごたとして大変な時期なんですけれども、まあそれが過ぎ去ると、おそらく、まあ次のね、新学期が始まって、新しい生活が始まるので、まあもうそろそろその新しい生活のことを考えましょうということで、本日ですね、ここにつけるちょっとモチーフを作っていこうと思います。一応これ紙ゴムなんですけれど、太めのね、一番太いやつかな。あの極太の紙ゴムなんですが、使い方は紙に縛るものではなくって、お弁当ですね、お弁当パチンと留める。お弁当ゴムとして使わせていただこうかなと思いまして、今まで3年間お弁当生活してまして、さらに高校生になってももう3年間お弁当生活が待ってますので、ちょっとお弁当の方もね、新調しようかなと思っております。うん、なのでこれでちょっとね、パチンとお弁当の蓋とあれを固定するようにということで、ここにつけるなんかお花のモチーフみたいなのが あればいいかなと。でこれをうまくいったらね、何パターンか作ってで、いろいろ使い回せばいいかなと思っております。はい、やってみましょう。で、今ね、イメージしてるのもこれで、また例のごとくですけど、これです。で、真ん中にですね、まあ、いろいろ我が家の捨てたパジャマとか、いろんな服から、洋服から取ったボタンがありますので、ちょっとこの四つ穴のボタン持ってきました。これをちょうどこう、ゴムの真ん中ですね。お花の真ん中に来るような状態にして、この周りにこう花びらみたいなものを作っていけたらなと思ってます。で、真ん中の方はこっちの、まあ、アマリートなんですけど、コットンの糸とこのキラキラ入ったちょっとスパンコールがちょっとだけ入ったキラキラ系の糸で、まあ、真ん中周辺を作って、で縁周りですね、周りの方はちょっとこのビビットカラーのコットン糸で、ちょっと可愛くしていこうかなと思っております。で、おお、そうだそうだ。おお、そうだそうだ。はい、こちら。なんと10段まで編みました。これは5段5段の半分半分で折ると、ちょっとね、ちっちゃい気がするので、やっぱりこのぐらいドーンとね、バッグの底にこのぐらいの厚みがガーンと来てくれた方が、かっこいい気がするので、あと10段です。同じだけ。あと10段を編んで、半分に折ってバッグの方を作っていこうと思うので、これもうちょっと出番は後になります。はい。じゃあやっていきましょう。まずはね、この今日のお花のモチーフへ作っていこうと思います。で、どうしよっかなですね。まずは、花びらの数を考えながら真ん中を作っていこうかな。ここはあのボタンがつく場所なので、もうシンプルにいこうと思うんですけれど、細編み6目、1、2、3、4、5、6目の円を作りましょう。これが大元になろうということで、はい、ここにまあボタンがくっつくよって形ですね。でここから、はい、細編み1つして、1、2、3かな。3つ編んで、同じところに、細編みかな。で、次のところも細編みして、1、2、3編んで、細編み。で、ここ1つの目から細編み2つ出てるんですけど、その間に、まあ、鎖編み3目が入ってるなーってことですね。で、ここから、ちょっとこの鎖編み3目のところにスタート移しまして、どうしようかな。どうしようかな。ちょっとね、考えながら行ってますよ。今考えながら行ってますよ。はい。細編み6目編んで、細編
みして鎖3目編んで同じとこに細編み、これの間に鎖編み3目が入ってるって感じですね。ここまで来たと、でこうなると、私の頭の中の希望の形としては、まずスタート地点を鎖編み3目のとこに移して、ここで、はい、鎖編み1目立ち上げて細編みを編みます。でここに長編みを3つかな、1、2、3で、はい、細編みで隣の鎖編み3目のとこに細編みをして、で言ってまずこの六角形とか花びら6枚の普通にモチーフを作ろう。で最後一番最初の細編みのところに来て終了ですね。これでまず真ん中部分が完成かな。この状態だけでも可愛いことは可愛いですね。よいしょ。でこっからちょっと個性をというか色味を加えていこうかなと思います。まず水色でいくかな、はい、で今のこの終わったところに糸つけまして、はい、まず、はい、細編み一番最初の細編みの上に細編み編みます。で次の多分、長編みが3つ入っているので、ここに1つの目に長編みを2つずつ入れようかなと。どうだろう、中長編みがあった方がいいかな。ちょっとやり直し。細編みまではいい。ここの細編みまではよくって、次のところ、長編みの上に、まず中長編み、編みの細、長編み編みの。細編み、中長編み、長編み来て、長編みを2つ。編んで、で隣は長編みと中長編み、そして細編み、はい、で細編み編んで、よいしょ、でまた同じですね、中長編み長編み、うん、そうしましょう。もうここ来たら、はい、ここで細編みして長編みを3つ編みます。で細編み、細編み長編み3つ、細編みをぐるっと回った後に、ここに、細編みで、ここに細編み中長編みで長編み2目で、違うかな、細編みの上に細編み。で、次の長編みの上に中長編み、長編みですね。で、真ん中の長編みには長編み2目。で、また次には長編みと中長編み。で、細編みの上に細編み。これをやっていきましょうということですね。まあ、どこにでもあるお花なんですけどねって感じで。特徴もないんですけど、まあ、このぐらいでいいんちゃうかな。もうね、まあ所詮はあれですよね、細編み、中長編み、長編みの組み合わせだけなので、どこにでもあるものが出来上がったかなと。だからこれをいっぱい作ってガーランドでもいいかもしれない。春っぽいですね、お花のね、あの紙ゴムにつけてもいいし、ピンにねつけても可愛いだろうし、まあ、使い方はいろいろなんですが、我が家はこれを弁当のパッチンに使おうってだけで。で、この可愛いのいっぱい作って、娘の他にお父さんの弁当にも可愛くしちゃおうかなと。やめてきれって言われるかもしれないけど、可愛くしちゃおうかなと思っております。で、はい、最後、細編みまで来たので、一番最初の一目目の細編みのところに、よいしょ。よっ。息抜き編み。これでもね、十分可愛いと思います。うん。こういう。あと、ボタンで遊べるかなと。これは、私の、パジャマから取ってきたやつですけど、違う色のね、ボタンとかでもいいし、これもババーンといい感じかもしれない。なんかね、真ん中に硬いこうボタンが来てた方が、
パチンと収まりがいい気がして、このイベント、あ、これかわいいね、これもかわいい、これいいかも。ほら、こういういろんなボタンの組み、ボタンと色との、違う、ボタンと糸の組み合わせで遊べる、十分遊べるようなものができたんじゃないかなと思います。え、これかわいい、これ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 ですか。で、これでこの同じ色でボタンを留めてしまえばかわいいんじゃないかな。これでいこう。はい、こうやってはい、こうやってこうやって決まっていく編み方が。はい、であとは糸始末をしてボタンつけて、これをこのところに、わざとさ、これ鼻の中心ずらして、ちょっとこう、ちょっとこう、なんちゅうの、ちょっと北欧調みたいな、ま、マリンコインしたいとかね。これもかわいい。あ、これもかわいい。しかもこれ全部白にして、こう黄色にすら目玉焼きっぽくなるね。面白い。あ、いいじゃん。それいいじゃん。これ、でも黄色いボタンないな。はい。というふうにね、こういうふうにね、アイデアが湧いてくるんですよ。これ、こう、なんて言うんでしょう。ちょっと不規則な白で不規則なもの作って、黄色いボタンにして目玉焼きもかわいい。あ、いい。それ今度やろう。これかわいいな。ちょ、わざとずらす。ちょっとずらしのテクニック。わざとずらしてみるか。え、かわいいよ。これしよう。これしよう。ちょっとやってみよう。やってみよう。完全にね、まあ、こういう感じでもう適当に行きますけれど、ちょっとこの糸始末の関係上、こっち寄りに持ってきて、お、いい感じじゃないですか。ちょっと糸ベロンベロンだけど、糸ベロンベロンだけど、これいい感じで。だから、なんかないかな。パッチンできそうなもの。どっかないかな。なんかないかな。まあだからちょっと、お弁当箱じゃちょっと違いが。こういう、こうね、こうやってパチンと、お弁当にパチンできる。こういう紙ゴム、太いやつだと、このぐらいね、紙ゴム、なんていうの、お弁当のパチンって止めるやつの代わりになるんじゃないかなと思いまして。で、それにこの、ちょっとモチーフで、ちょっと中心ずらして、ボタンとつけて、作ってみました。これ、ここのね、色とボタンの色をそれぞれ変えて、何個も作っていけば、ね、月火水木金土まで、弁当のね、日替わりじゃないですけど、色を変えてやるもよしって、いろいろ作れて遊べるんじゃないかなと、そういう感じ、本日はね、そういう感じで終わろうと思います。で、ここたまたまこれね、ちょうどあの貼り付け用の紙ゴムなので、後でボンドをね、まあ、間に入れてギュッとここで完全に固めてしまおうとは思ってます。糸始末してね。で、編み方もね、めちゃめちゃ簡単なので、気軽にチャレンジできるんじゃないかなと思います。で、あとはボタンとね、ボタン遊びですね。大きさもね、ちょっといろいろあるので、今回ちょっとド派手にしてみましたけれど、もうちょっと色味とかピンクとか優しい色合いで作れば、こういう白っぽいやつとかも合うだろうし、まあ、糸遊びできるんじゃないかなと思っております。はい。本日はこんな感じで軽く簡単なものを作ってみました。明日ね、明日、まだね、これはね、あと10段必要なので、明日は無理だと思うんですけど、明日また違うものを考えていこうかなと思います。少しずつね、新学期の準備の方も進めていきたいかなと思っております。それではまた明日。じゃっ